私の専門分野はソフトウェア工学と言います。ソフトウェア工学はソフトウェアを高品質に期限内予算内にいかに作るかを考え、またそれをどう維持していくかについても考える学問です。私はソフトウェア工学に関し、さまざまなソフトウェアのプロジェクトを分析して有用な知見を得たいと思っています。ソフトウェアのプロジェクトでは、そのソフトウェアそのものだけではなく、そのソフトウェアの元になるもの、またそのソフトウェアを作る過程で生じるものというのが残っていたりします。それらを横断的に分析することで、ソフトウェアを作るとは何かについての知見が得られます。私のゼミではソフトウェア工学の知見を持ったソフトウェア開発者が育つことを理想として、ソフトウェアの分析を通じてソフトウェアの開発に関する知見、さまざまな知見を学習することを行っております。現在は特定のプロジェクトの分析を行っておりますが、将来的にはもっと横断的な分析を行い、さらにそこで得られた知見を持って地域の問題にゼミ生と取り組めればと考えております。ソフトウェアは問題解決の強力な手段だと考えております。私はソフトウェア工学の研究を通じて得た知見、技術、またそのソフトウェアプロジェクトの分析能力を生かし、これらの地域の問題に対して取り組んでいきたいと思っております。